ベルナップ級、ミサイル巡洋艦。ベルナップ級、ミサイル巡洋艦は、アメリカ海軍のミサイル巡洋艦の艦級。基本計画番号は、SCB-212。1961.2年度計画の、ミサイルフリーゲート、DLG として旧席が建造され、1964年より、収益を開始した。その後、百七十五年の類別変更に、 ともなって、ミサイル巡洋艦に再分類された。アメリカ海軍は、第二次世界大戦末期より、全く新しい艦隊防空火力として、艦隊空ミサイルの開発に着手していた。まずテリア、ついで、タロスが、実用化され、既存の巡洋艦への改修によって装備化された。しかし特にテリアは、より小さい駆逐艦ベースの戦隊でも、 十分に収容できることが判明したことから、巡洋艦への改装はそれ以上行われないことに言った。代わって、当時計画が進められていた高速艦対護衛艦にテリアが装備されることになり、1956年度計画のファラガット級が設計変更されてミサイル艦として建造され、1958年度計画からは、 ダブルエンダー配置としたリーヒ級の建造が開始された。またこれらのミサイルフリゲート、DLG と並行して、より小型のミサイル駆逐艦の整備も進められた。テリアは駆逐艦に搭載するには大掛かりすぎたことから、より小規模なターターシステムが開発されて、1957年度計画より、これを搭載したチャールズ・カイ・アダムズ級の建造が開始された。 しかしターターはテリアよりも射程が短く、核弾頭の装備に対応しておらず、また携帯管理面から装備の精一化が望まれたこともあり、大西洋艦隊を中心として、テリア搭載のミサイル駆逐艦を要望する声は根強かった。これに応じて、1956年8月にはテリアを搭載できる最低限の防空艦として、デグの試案が作成され、また12月より、 チャールズカイ・アダムズ級の設計を流用して、テリアを搭載する、要変更する研究が着手された。当時のアメリカ海軍は、1954年5月のシンドラー委員会の提言を踏まえて、量産を考慮して、性能を妥協したディリーは棄却して、強力な DEL と、戦団護衛用のデを整備する方針としていた。しかし、 これでは艦隊護衛艦の数を確保できないことが問題視され、1959年8月21日、1962年度計画では、従来よりも性能を妥協してコスト低減を図った艦を建造する方針とされた。当初はチャールズ艦やダムズ級よりもさらに安価に抑える予定とされており、後のスプルーアンス級駆逐艦のような対戦戦重視の艦で、 ミサイル艦としての性格は、希迫だった。しかし、蒸気の研究を踏まえて、後に、方針転換され、リーヒ球をもとに、ミサイル発射機を一気に減らす代わりに搭載弾数を増加させ、またソナーを更新するなどの変更を加えた設計、SCB-212 が作成れた。一方、十一年度計画で建造される、DLG については、逆にリーヒ SCB-172 を発展強化した設計、SCB-172A になる予定であり、1960年11月15日に設計が完了していた。しかし1961年1月までに、SCB-172A と SCB-212 は共通部分が多くなっていたことから、同年2月、 SCB-172 への建造は中止され、SCB-212 の建造を61年度に繰り上げることになった。これによって建造されたのが本級である。蒸気の経緯より、船体設計はリーヒ級の発展型とされており、朝鮮主労型という船型やマック構造も踏襲された。ただし当初検討されていた、現、ユラ装置の搭載は、 船体の全長、全幅とも拡大されたこともあって、コスト面の理由から断念された。1956年5月31日、長期的検艦計画委員会のサンダース委員長は、1958年度以降の計画で建造されるミサイル艦は、艦守備にミサイル発射機を搭載する、いわゆるダブルエンダー配置を採用するように勧告したことから、 リーヒ級はこれに応じた配置となった。これに対し、本級はミサイル駆逐艦の計画に由来することから、艦首側にテリア発射機、艦尾側に艦砲を備えるシングルエンダー配置となった。ただし一部の召喚は、艦砲とミサイル発射機の配置は逆の方が望ましいと考えており、本級の設計をもとに、核動力艦としたトラクスタンでは、こちらの配置が採用されることになった。 主機はリーヒ級と同構成とされており、ミッチャー級以来の蒸気圧力、温度摂取510度の高圧高温ボイラー、いわゆる1200パウンダーも踏襲された。一方、電源は強化されており、1500kW のタービン発電機4機に加えて、500kW のディーゼル発電機1機、300kW のガスタービン発電機1機が搭載された。 本級は海軍戦術情報システム NTDS 及び戦術データリンク装置ハイキャパシティコミュニケーションズシステムヒカプッコムを心臓時から搭載した初の環球となった。これは戦闘指揮所、CIC の自動化を図るとともに艦隊内での情報共有を進めるものであった。ただし開発遅延のため1.2番艦では後日装備となった。 武器管制システム WDS は1.2番艦では MK7 が搭載されていたのに対し NTDS がその機能の一部を代替したことから3番艦以降では MK11 に変更された CG-26 は1975年11月22日の衝突事故で上部構造物を全損する大損害を受けたこれを修復するのに乗じて イージスシステムを搭載する計画は実現しなかったが、WDS の MK-14 への更新は実施された。またその後の除回収により、他の艦でも MK-14 への更新がなされた。1983年から1985年にかけて CG-26 及び CG-28、30、31は、軍司令部式書 TFCC、TF タクティカルフラグコンバットセンターを設置する改修を受けた。また特に CG-26 は第6艦隊の機関とされていたこともあり、1985年6月から1986年3月にかけて格納庫を撤去して爆量用の居住区を増設するとともに、アン・ w s c 6衛星通信装置を搭載するなどの追改修を受けた。 3次元レーダーは、リーヒ級の案、SPS-39 よりも大きく強力な案、SPS-48 が搭載された。また対空捜索レーダーも、最初の3隻は、リーヒ級と同じ案、SPS-37 であったが、以後は、新型の案、SPS-40 とされた。ソナーも、より低周波の案、SQS-26 を、 バウドームに収容して搭載した。また CG-26 では、蒸気の衝突事故に伴う、回収の際に、3次元レーダーは、アン、SPS-48C、対空捜索レーダーは、アン、SPS-49、ソナーもアン、SQS-53A に更新した。そして、初回収に伴い、3次元レーダーは、アン、SPS-48E、 対水上捜索レーダーもアン、SPS-10 からアン、SPS-67 に更新された。上記の通り、本級は、艦首側にテリアミサイルの発射機、艦尾側に艦砲を備えるシングルエンダー配置となった。テリア発射機として従来用いられてきた MK-10 連装ミサイル発射機は、リング型弾倉2個を設置して40発を搭載していたのに対し、 本級の MK10MOD7 では弾倉を1個増やして、収容弾数を60発に増加させた。またリーヒ級では、これとは別に、アスロック8連装発射機を搭載していたのに対し、本級では、MK10 で兼用することになった。ミサイル射撃式装置としては、MK76MOD9 を2機搭載する。なお、艦隊空ミサイルとしては、当初はテリア、後に、 sm-1er が用いられた。また、ベルナップでは、事故後回収の際に、その他の関門諸回収によって、sm-2er の運用も対応したが、これに先立って、ウェインライトで運用試験が行われた。関法としては、54口径1 2 7ト、mm、ル単素速射砲 MK425 インチ砲1基と50口径7 6ト、mm、ル 単装速射砲、MK-343 インチ砲2機を搭載した。なおこの5インチ砲は、ホレスタル級の全部スポンソンに搭載されていたものの、流用であった。放射撃式装置としては、MK-68 を搭載した。また、1976年より、3インチ砲は順次に撤去され、ハープーン艦隊艦ミサイルの4連装発射等2機に、換装された。また、 ファランクス20マシュダブリュスも搭載された。なお、フォックスでは1977年により、トマホーク巡航ミサイルの走行ボックスランチャーの試験が行われており、他の艦でも搭載する計画もあったが、これは断念された。対戦兵器としては、上記のアスロックのほか、533mm 魚雷発射艦、 MK25 と324立方ミリメートル連装を単魚雷発射艦 MK32 が搭載されていた。MK25 はヘリコプター艦艦の下に艦守備船に対して45度の角度を持って固定設置されていたが搭載しなかった艦もあり、搭載した艦でも他の艦級と同様に後日撤去された。これらの対戦兵器を完成する。 水中攻撃式装置としては MK-114 が搭載されており、またベルナップでは事故後回収の際のソナー更新に伴って MK-116 に更新された。シングルエンダー配置の恩恵として本級はアメリカ海軍 DLG として唯一ヘリコプターを搭載、運用する能力を備えている。これは QH-50 ダーシからの感想によるもので、 1971年以降、関西機としては、ランプス MKI の SH-2F を搭載する能力を付与された。ただし SH-60B の運用には、期待応であった。なお、トラックスタンは、動力が原子力推進、原子力線である以外は、ベルナップ級と同一であった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。